7.30後楽園、初代ツインスター王座トーナメントで優勝。見事、王者となった桜井マ舞未来、未来作。試合後、ジュリアが国内ラストマッチの対戦相手として桜井舞を指名。両者の戦いは2023年3月26日横浜武道館以来。ジュリアの弟子を払拭するため、マリーゴールドに合流した桜井。 ジュリアの日本ラストマッチの相手として一気打ちを前に桜井舞は5月20日の後楽園での旗揚げ戦から約3ヶ月が経ちました。現在の心境を教えてください。桜井7.30後楽園初代ツインスター王座決定戦の準決勝を前に、ここで絶対結果を残さなきゃと私らしくないプレッシャーを感じました。応援してくれる庶民の皆さんにいい報告をしたいので、 今日ここで結果を出す。今までの悔しかった気持ちは、この日のためにあるのよと前向きに捉え結果を残したいと考えていたわ。私は旗揚げ戦で、自分の力を出しきれなかった。そこから結果が全然でなくて、もどかしい3ヶ月でしたわ。だから未来とのタッグ、未来作で初代ツインスター王座を獲得できてほっとしていますのよ。初代ツインスター王座決定トーナメント中、 黒のカリスマ、蝶の正弘さんに STF の指導を受けましたね。桜井、直々に STF を教えてもらったの。足のロックだけでギブアップしちゃうんじゃないの。と思うくらい、極める足に重点を置くことを知ったときは目から鱗が落ちたわ。おかげで初代ツイーンスター王座決定トーナメント準決勝は直伝 STF で千秋からギブアップを奪うことができましたわ。 マリーゴールドには3本のシングルベルトがありますが、桜井選手はどのベルトを狙いますか桜井、この庶民記者が、まずは白いベルトに決まっているでしょう。大変失礼いたしました。庶民記者としてお伺いしますが、どうして白いベルトのマリーゴールド UN 王座、マリーゴールドユナイテッドナショナル王座に挑戦したいのでしょうか桜井、白って何色にでも染められるでしょう